2試合目ですね。今回もアームはおろちでやってく。相手はスプリングマンですね。全対決。試合開始。両者前に出た。そして先制だわお姉様。今回は前回のリングと違って普通のリングですからね。パンチも当たってますね。確かしスプリングマンも黙ってはいません。しっかり返してきましたね。だったら私は絡み返す。たまらずスプリングマンダウン。しかしすぐ立ち上がる。お父様はジャンプを多用してますね。あっとしかしここはジャンプに合わせてのパンチ。お姉様すぐに立ち上がるがまたもジャンプを狙われる。スプリングマンは完全にジャンプのタイミングを読んでますね。また倒される。まるでマントに突進して、トーグのようだ。トーグじゃねえよ。スプリングマンがパンチをかわして逆に返す。ホットガードを取ったタイミングが早かったですね。いつの間にか体力には2本以上の差がついています。ふふ、貴様の攻撃は移った。ここからは私のターンだ。威勢はいいですけど大丈夫ですか。しっかりとスプリングマンの動きが見えていますね。どうやら起き上がりを狙う作戦みたいですね。ここから私の進撃。は、入った。必殺技が完全にヒットしました。一気に体力を持っていきましたね。ここが決める。右左のコンビネーションが綺麗に決まった。次に残り一発ですね。さあこの1ラウンド目を勝利で飾れるか。ここだー。最後は左が入りましたね。途中大幅に負けていましたが後半逆転できましたね。当たり前だ。特にあの必殺技が前段ヒットしたのが良かったですね。このまま2ラウンド目も連続で取るぞ。頑張ってください。ラウンド2開始。まずはスプリングマンの左。それをジャンプでかわしてからの掴み技。寝てろ。オープニングヒットはお姉様だ。スプリングマンの掴みを避けていく。ここで必殺技かよ。あっとここでスプリングマンの必殺技をもらってしまう。これは結構うざいですよ。だがすかさず掴み技で返していく。そっちに逃げたのは間違いだったな。スプリングマンコーナーに追い詰められる。そう簡単にそこから逃がすかよ。またコーナーに追い込もうとしてますね。しかしここはスプリングマン逃げて逃げて逃げる。さすがに早いな。さあスプリングマンを捉えることができるか。ちっ、ものか。ここはお姉様ガードを固めるが、おっと、スプリングマンはもらってしまった。そしてここだと言わんばかりの猛攻。これで決める。しかしここはスプリングマンパンチを避ける。まだまだ、あらあらあら。なんとかギリギリでスプリングマンは耐えましたね。体力は残りわずかだ。終わりだ。最後は空中での耳が入って KO ですね。スプリングマンがジャンプしてきたところに合わせた感じでしたね。4人の KO 勝ちだったな。第1ラウンドは結構押されてましたけどね。勝てばいいんだよ。空調しいし、このまま第3試合もしちゃおうか。時間もありますしね。さてさて、一体次の相手は誰なんでしょうか。誰が来ようが勝つ。ここで対戦相手の発表ですね。誰が来るかな、誰が来るかな。次の対戦相手はリボンガールみたいですね。ガール世界トップスピードのやつが出てきたか。確かにリボンガールはかなり素早く動きますもんね。それに釣られないように動けばいいだけの話。というより今回はバスケットで対決みたいですよ。ミニゲーム的な試合もあるのか。どうやら今回は10点取ったら勝ちみたいですね。ふん、すぐに取ってきてやる。さあどうなりますかね。余裕だよ余裕。おいおいおい、マジかよ。ボロ負けじゃないですか。もう一回だ。またかよ。今回も得点ゼロ。まだまだ。なぜなんだ。今までアームズやってきた中で一番苦労してますね。次が次。記憶がそばれている。こいつ素早すぎて捉えきれないよ。でも確実に点数は入るようになってきてますから。うわぁ。ボロボロですね。だが活路が見えた。次で決める。一体何回目のバスケですか。もう数えてないよ。いきなり掴まれてる。ちょっとお姉様、活路見つけたんじゃなかったんですか。これじゃあさっきまでと全く同じ展開ですよ。まあまあ落ち着けって、ちゃんと策はあるからさ。でももうすでに4点取られてますよ。ふん、しっかり返していった。で、その策っていうのは一体どんな策なんですか。このバスケットは必殺技はほぼ確実に3点なんだよ。へえ、そうなんですか。だから必殺技を溜めて溜めて決めに行く。それうまくいくのでしょうか。必殺技が溜まる前に10点取られちゃいますよ。そこはもう頑張って避けていくしかない。運が完全に運任せ。まあ任せておけって、こいつと数え切れないくらいバスケやって、大体こいつの動きには慣れたからね。その割にはもうすでに4点取られてますけど。不安でしかないですね。痛い方が嫌がって、全部深めのせいだ。怒りのダンクですね。そしてお嬢様の必殺技が溜まっている。当てらず慎重に当てることが大事だからな。外したらかなり不利ですもんね。必殺技外してすぐに決められるっていうのが一番強い。だからここで確実に決める。完璧に決まりましたね。初めてバスケで得点に入り取れた。泣くほどのことなのか。ここで固めようか。もう次はないぞ。さあラストチャンスのお姉様リボンガールに勝てるか。互いに牽制し合ってるような動きですね。ここでお姉様が前に出る。着実に必殺技のゲージを貯めていってますね。そしてここで必殺技ゲージが回復するふんふんドリンク。ここで一気に必殺技を貯めてやる。ぐんぐん溜まっていきますね。しかしリバウンドしたか。3ポイントの位置から投げられる。そしてリングに当たってゴール。で、点差が、まずい。だがここで決める。綺麗にゴールに返す。ところで試合終了だ。全高々と舞い上がったリボンガールがそのままリングに入って試合終了。一体こいつに何度やられたことか。間違いなく強敵でしたね。とりあえず勝ててよかった。ってことで今回はこれで終わりだよ。じゃあまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。